工人立教は、広島県広島市にある道路橋、西日本旅客鉄道の軌道を越える古線橋。橋名は、美保工人から、広島市道天満やヶ線筋の橋、JR 広島駅東側にある、JR 山陽本位線と JR 芸備線の軌道をオーバーパスする古線橋。この橋の北側を、JR 山陽新幹線の効果が、 オーバーバパスしているこの地には、あたご踏切と呼ばれる平数の踏切があり、渋滞解消のため1962年竣工1973年山陽新幹線高架が竣工され、現在の状況になった。南側から、工人橋、工人三叉寺工人交差点、工人立橋と、続く、この区間は、現在市内でも、有数の渋滞地点である。 市議会でも渋滞解消要望がたびたび上がるが、下地式アーチ橋という橋自体の構造的な問題に加え、JR を枯線している状況であることから、原橋拡幅にしても掛け替えにしても莫大な時間と費用がかかることが予想されているため市側も改善に二の足を踏む状態で根本的な問題が解消されないまま現在に至っている。 2009年松田スタジアム竣工に伴い、周辺道路整備事業が行われ、歩道部階段の整備及び南詰めの、工人交差点が改良されるなど、道路整備が行われた。1988年の広島駅南周辺、国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成写真右の古戦橋が、工人立橋。 拡大すると渋滞状況もわかる。起点側の工事に交差点。奥に工事立教が見える。ありがとうございます。